アラブ首長国連邦とベトナムの二国間関係について述べる。両国は互いに駐在大使の交換を行っており、アラブ首長国連邦はハノイに、ベトナムはアブダビに、それぞれ大使館を設置している。両国は文化も信仰されている宗教も異なるものの、ベトナム中央部から南部にかけての先住民であるチャム族がイスラム教を受け入れ信仰している。そのことが、 ベトナムにおいてイスラム教を信仰するマレーシアからの商人はもちろんアラブ圏からの商人との歴史的交易がなされることにつながった。ベトナムが1986年にドイモイ政策を実施するようになってからアラブ首長国連邦はベトナムにおけるアラブ国家及びイスラム国家で多額の出資を行う国の一つとなっている。またアラブ首長国連邦は ベトナム国内にあるいくつかのモスクの寄贈者でもある。その中には、どんな衣装、スワンドク県に2006年1月に開設された、ベトナムで一番大きいモスクも含まれている。なおこれらのモスクの建設費はサウジアラビアからの寄付も含まれている。アラブ首長国連邦は、ベトナムにおけるムスリム、特にチャム族に対しイスラム式の教育の支援も行っている。 シュリシンガー 2015P18 ベトナムトレジャーズ・リレーションズ・ウィズ、e ・ユー・ e ナ・チェアウーマン2017年12月29日閲覧ベトナムネット VN ハットスアム・ LOC ・ディストリクト・イノーギュレーツザ・ビッケスト・ミンスター・ホームスリム・フォロワーズドンナイ・ラジオテレビジョン・ステーションオリジナルの2007年9月27日時点におけるアーカイブ <rate>. <problem> t h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 7 0 9 2 7 2 0 0 7 3 1 h t t p w w w t o n g n a i g o v v n s o n g t i n k t x h b a n h o x h l i l 2 0 6 1 1 6 b 5 g o z,language="en& CL イコール EN2007 年3月29日、閲覧。ありがとうございます。